国鉄オハ31系客車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1927年から導入した国鉄で初の構成車体を持つ客車の形式群。なお、この名称は国鉄が定めた正式の系列故障ではなく1927年より製造されたオハ44,400型と同様の車体を持つ客車を総称する趣味的 便宜的な故障である。1926年9月23日、山陽本線に秋中の開田市間で、檻からの雨が原因で築地区が崩れて、特急列車が脱線転覆し、34名が死亡する大事故が発生した。事故の被害が拡大した原因の一つが、木造客車の脆弱性にあると考えられたため、鉄道省は翌年度から、 木造客車の製造を中止して、構成客車の製造に切り替えることとして、本系列が設計されたとも言われるが、鉄道省工作局の朝倉基一によると、そこで、大正13年、私が車両課長となると、構成者に経験のある、日本車両会社や川崎車両会社の意見を聞いて、構成者を設計し、大正15年から実施した。と、この事故前から計画があったとしている。 いずれにせよ1927年3月に先行試作車4両が竣工し、1927年8月に量産車の第一人が竣工した。なお、製造当初、構成客車と木造客車を併結すると事故時に、構成者は助かっても木造車の被害が逆に拡大するのではないかという懸念から構成者は、構成者のみで編成を組むべきではないかという意見も、 あったが、後に、木造車は、木造車と衝突するより、構成車と衝突した方が安全であると実際の、事故で立証され、起用に終わった。素材こそ構成に変わったものの、車体構造は、木造正式客車の最終形である、中23,800型などと、ほとんど変わらなかった。つまり、漁服式の強固な台枠を備え、その上に鋼材による柱や梁を組み立てて、 そこに外反をリベットを用いて打ち付けるという従来通りの構造設計が取られており、当初は重いアンチクライマーが車端部に取り付けられるなど、事情軽減に対する意識はほとんど皆無と言って良い。これについて、朝倉貴一は移行を容易にするため初めは柱を傾向とし、屋根も従来のままとした。としており、それでも外比が後半だと外気の温度影響を受ける。 ことが多いので、木造時代と違い内側に、熱弾熱材として、マゲフェルトを使用するなどの際はあった。車体長は2軸ボギー車は17メートル、優等車を中心とする3軸ボギー車は20メートルで、大枠は原則的には17メートル級の一般型がなは23,800系の UF-15 の設計を継承する、UF-17、荷物車用が UF-18、18 20メートル級の一般型が UF44、荷物車用が UF46 で、いずれも台車中心間の中量が大きく膨らんだ漁服台枠となっている。TR13 型台車。旅客車用の TR11 型と比較して、左右の釣り合いバネが強化されて直径が太くなり、側両中央のトランサム接合部に補強板が重布されている。 TR71 系台車。側受けを受けるへの地形をした細身のアーチバーと、上の TR13 型と異なり側枠中央に補強板がないことから、本来は旅客車用として新造されたものであることがわかる。TR13 型台車側枠の車軸真上部分。八幡製鉄所製の玉山型鋼が逆さに使われ、 部分的に削られている台車は、木造車時代以来の明治45年型を基本とする TR11、TR13 及び TR71.72 で、いずれも本来は、船舶用として、八幡製鉄所が製造供給していた玉、山形港を側枠に使用するイコライザー式台車である。なお、半用に軸ボギーの TR11 と、 合わせ作り車用二軸ボギーの TR12、同じく優等車用三軸ボギーの TR71、と荷物車用三軸ボギーの TR72 は、基本的には、それぞれ同一設計で、TR12、TR72 では、輪軸が10トン超輪軸からより高強度の12トン超輪軸に変更されている。さらに、荷物車用二軸ボギーの t r 十三では十二トン超輪軸を、 用いる TR12 を基本としつつ、側張りの補強や釣り合いバネの強化などによって、大荷重に耐えられる、要設計変更がなされている。自動空気ブレーキ装置は当初、ウェスティングハウスエアブレーキ車の設計による、P 弁を使用する p f p m ブレーキ装置であったが、量産中にブレーキ弁が変更されており、日本エアーブレーキ車の手によって1928年に開発、 実用化された A 動作弁を使用する AV ブレーキ装置が1929年度分により正式採用され P 弁を搭載する在来車についてもこの新型ブレーキへの換装を実施して階段、緩め機能の負荷など保安性の向上が実現している。これも特急列車脱線事故の残した影響の一つであった。 の左に1928年昇号改正前の形式、括弧内に1941年昇号改正後の形式を示す。黒字の車両名は、車体長17メートル級の車両、緑字の車両名は、車体長20メートル級の車両である。ただし、振り替えなどによって、オハ31系オリジナルの車体でない車両は除く。1931年1月12日、 山陽本線河内駅付近で脱線したおは32,413要線急行列車脱線転落事故を参照全国で使用された本系列は太平洋戦争末期の米軍による空襲により多数が被災し廃車された。また戦後の混乱期にも事故により一部が廃車されている。これらは一部がおは70計客車として復旧されている。 末38末3041末38号高崎第二期間区末38系の中で最後まで残存した387茅ヶ崎機関区津軽鉄道に譲渡されたもの。同社番号をは十1 3以下の各車両が各車に払い下げられている。鉄道省国鉄では同級の17メートル急行成客車として他におは30系。 オハフ31系、オハフ36型が存在したが、これらはいずれも本系列とは構造が異なる。石水金属が C50 形状機器官社ともに日本で初めて N ゲージ鉄道模型として製品化した。ありがとうございます。